俺たちのキーワードは You are the ときめきさ夢は届く風の宇宙まで信じているから純白の熱いその襲撃狙われたジェットソン F-208 ワールドチャンピオンシップ3年連続チャンピオン我らの英雄シドロフィスがついにアースグランプリに登場ですバトルグランプリのチャンピオンジェットソンとの世紀の一戦まであと3日と迫りましたなんとしてもシドを勝たせるのだ、イーナ・バーツ。しかしオーナー、相手は…たとえ相手があのジェットソンであってもだ。このチャンピオン同士の世紀の一戦は世界中に中継される。シドは我が社の広告塔。ジェットソンに勝てば一躍優勝候補だ。そうなれば我が社の宣伝効果は計り知れん。それは分かっております。ですが…俺はオーナー命令だ。次のシーズンも、そしてその次のシーズンも監督の椅子に座っていたいのなら、何としても指導を勝たせるのだ。はあ。忘れるなよ、バーツ。君の代わりなどいくらでもいるのだからな。前の週のタイムを 0.5 秒も刻んだぞ。おい、これってここのコースレコードじゃないのか。一体どこまで速くなるんだ、ジェットソンは。おい、ジェットソン、張り切りすぎだ。そんなペースじゃ本番までお前もマシンも持たないぞ。まだだ、まだこんなものじゃあいつには勝てない。響きには冗談じゃねえ。これじゃシドがドアが子が勝てるわけがない。だがどうする、このままじゃせっかく苦労して手に入れたチーム監督の座が仕方がねえ。おい、ジェットソン、予選はあさってなんだからな、あまり夜遊びするんじゃないぞ。
それにしてもどっち向いても青い旗だらけね。ブルーはこの国の若き英雄シド・ロペスのシンボルカラーですからね。だけどよりによってシドのホームで予選だなんて、この国の人間全部を敵に回したようなもんだぜ。ジェットソンもついてないな。だから心配になって応援しようとわざわざ励ましに来たんでしょ。誰が励ましになんか。豪華、久しぶりだな、ジェットソン。まずは敗者復活戦おめでとう。あまりヒヤヒヤさせるな。俺との約束を忘れたのかと思ったぜ。悪かった。でも心配は無用だ。残りを全勝して必ず決勝進出を決めてやる。その調子で頼むぜ。ところで次の予選までは時間があるんだろう。タバスへ俺の予選を見に来いよ。チャンプの走りってやつを見せてやるぜ。あいつとはいずれ戦うことになるんだ。勝負に勝つためやつの走りを見に来たんだ。敵情視察ってやつだ。はいはい、そういうことにしておくわ。あのな。まあまあ、二人とも今はジェットソンより腹ごしらえだ。せっかくネオタリアまでやってきて本場のパスタを食べなきゃ帰れないだろう。もう食べてるよ。そうだったな、食おう食おう。まずはあのバトルグランプリチャンピオンジェットソン失踪のニュースからです。なんだって。昨日タバス郊外でサーキットから宿泊先のホテルへ向かう途中のプロドライバーミスタージェットソンが行方不明になりました。放置されたジェットソンさんの車には無数の銃弾跡が発見されましたが、車内には争った形跡はありませんでした。警察では失踪と誘拐の両面で捜査を開始しました。誘拐？何言ってやがる。なのシドにビビって逃げちまったのに決まってるじゃねえか。バトルグランプリのチャンプが下のクラスのチャンプに負けたんじゃ面目丸つぶれだからな。不先輩ならチャンプのメンツも保てるってか。何？よしてこうさん。くそ、ジェットソンはチームに入って一度もたった一度たりとも無断でテスト走行を休んだことはない。きっとシドの熱狂的なファンどもに拉致されたに決まっとる。それ以外に考えられん。すまん、わざわざあいつのことを心配して来てくれたっていうのに。それで警察から何か連絡は。何もないさ。一応捜査はしてくれているようだが、ここタバスは治安が悪くてな、警察もジェットソンの捜査にばかり人手を割くわけにもいかないらしい。そんな。というのは表向きの理由で、奴らジェットソンがこのまま試合放棄すればいいと思ってるのさ。ここの奴らはみんなシドの味方だからな。ひどい。警察が当てにならんのでチームとしてもマーカーを手がかりにあいつを探しているんだが。ジェットソンはレーシングスーツを着たままなんですな。ここを出た時はね。どういうこと。チームによっては緊急事態に備えてレーサーの位置を確認できるようレーシングスーツに超小型の発信チップを縫い込んでいるんです。じゃあ割と簡単に。いや、受信機を持ったうちのクルーがあちこち駆け回っているんだがまだ発見できん。ジェットソン。ゴー、君と出会ってあいつはジェットソンは変わった。正確にはレーサーとして成長したと言うべきだろうか。バトルグランプリが終わってからというもの、自信家だったあいつが急にハードなトレーニングに励むようになったんだ。チャンプとしての自覚が出てきたこともあるんだろうが。約束したのさ、俺を熱くさせたあいつとこのアースグランプリで本当の決着をつけようってな。負けるわけにはいかない。絶対俺は。あいつは逃げるやつじゃない。くそ、一体やつら何者なんだ。誘拐犯にしては装備がまるで軍隊だぜ。それよりサーキットに戻らないと。ようこそジェットソン君。何？悪いが予選とやらが終わるまでここにいてもらおう。
君さえおとなしくしていれば我々は危害を加えない。なるほど、俺を監禁して指導を勝たせるのが狙いか。車遊びなど興味はない、これはあくまでもビジネスだ。待て、くそ、こんなことでリタイアしてたまるか。我らが英雄シドがついに登場。注目のアースグランプリ予選は本日午後3時スタートです。しかし3日前に行方不明になったレーサージェットソンですが、依然その行方はつかめておりません。警察はジェットソンが行方不明になったタバス周辺を中心に捜索を続けて、ジェットソン、早起きなのね、ゴー君。え、いや、その…マッハ号に何かご用でも？今日はジェットソンの予選で、ゴーさんには関係ないはずですけど。あ、うん…全てはお見通しよ。マッハ号を取り続けている私にとって、ジェットソンとの対決は必然のモチーフ。そのシャッターが切れないなんてショックよね。あ、あ、そこでですね。すごいな。マッハ号のナビゲーションに高性能受信機を組み込みました。これでジェットソンのスーツが出している電波をキャッチできるはずです。サンキュー、タクミ。俺だってこのグランプリで決着をつけたいんです。ジェットソンのスティンガーとマッハ号、どっちが優れたマシンかをね。うん、よし。ジェットソンの車が発見されたのはネオタリア郊外の湾岸道路。もし捕まっているならおそらく人気のないところでしょう。シドの対戦相手ということでジェットソンの顔はみんな知ってるし、もし街中にいれば目撃者がいるはずですからね。ナビゲーションの有効範囲は半径3キロ。ただジェットソンが電波の通りにくい建物の中にいる場合はそれ以下になります。ではゴーさん、気をつけて。俺たちはホットドッグで予選会場へ行ってます。何かあったらすぐに連絡しますから。ジェットソン、一体どこにいるんだ。ついに注目のアースグランプリ予選、シドとジェットソンの一戦を迎えました。スタート2時間前にもかかわらず、すでにスタンドは超満員。しかし、まだこのスタート地点にジェットソンの姿はありません。このままですと試合放棄でジェットソンは失格。戦わずして優勝候補が消えることになります。果たしてジェットソンはスタートまでに現れるのでしょうか。やつは来ないよ。来られるわけがない。あと2時間、それで任務完了か。どうだ、悔しいだろ、バトルグランプリチャンプのジェットソンよ。悔しいだろ。何？だ、そうだ、ジェットソンが逃げたぞ。育ちがいいからって舐めてもらっては困るぜ。そして俺自身のため決勝に残る。俺はこんなところで立ち止まるわけにはいかないんだ。おい、いたぞ！しまった！反応なしか。
逃がすな！お前たちは向こうへ回れ。どこなんだ。とにかく外へ出ないと。おい！クソ、ジェットソンどこにいるんだ。ジェットソン、ここは海上プラントか。くそ、そこか。ゴー！フィッシュダイバーゴー。なんかしっくりこないぜ。死ねえ！うわあ！ジェットソン！ゴー！タクミ！タクミ聞こえるか！タクミ！ゴーさん！ジェットソンを見つけた！彼のクルーに伝えてくれ！スタートまでには必ず俺が送り届ける。わかった。何者だあいつら。俺を予選に出さないように雇われた傭兵らしい。まさかシドの関係者な。必ず間に合わせるさ。サーキットには俺が必ず送り届ける。こんなことであなたにリタイアしてほしくないんだ。当たり前だ。頼むぜゴー。逃がさんぞジェットソン。マッハ号もろとも海に沈めてやる。海の上ならマッハ号などこのビッグウェーブの敵ではない。消えうせろジェットソン、マッハ号。よし。何をする気だ。
エアロジャック！5分を切りました。しかしジェットソンはまだ現れません。スタート時刻にコクピットについていないドライバーはその場で失格です。注目の一戦ですが、このままシドの不戦勝で終わってしまうのか。この音はマッハ号だ。おっとマッハ号だ。これは一体どういうことか。よし、勝負はこれからだ。行け。おう。この借りは俺が勝ち続けることで返す。ああ、決勝で会おう。奇妙なライバルが現れた。その名も秋葉原教授。立派な大学の先生がなんでマッハ号とレースをしたがるの。すごいマシンを用意したらしいが、どんな腕前を見せてくれることやら。次回マッハ555ワープ号登場。天才教授の異常な愛情。